厳しい意見でも潔くスパッというイメージのある政治家の蓮舫、蓮舫さん。息子の村田林、村田林さんはアイドルグループのメンバーとして芸能活動をしていることが判明しました。今回は蓮舫さんの息子の村田林さんの大学についてやアイドル活動、またディーズのマジコン炎上騒動や親子の絶縁の噂について見ていきましょう。村田林のプロフィール、本名、斉藤林、斉藤林。生年月日、1997年、平成9年、4月2日。身長、175センチメートル。出身地、東京都。最終学歴、セドバーグ高校、イギリス。所属事務所、ボイズエンターテインメント。目次、蓮舫の息子はボイズボーイの村田林。息子、村田林の大学は、蓮舫と息子絡みのマジコン騒動。蓮舫は息子村田林と絶縁しているのか。蓮舫の息子はボイズボーイの村田林。立憲民主党の参議院議員である蓮舫さんには双子の子供がいます。1997年生まれなので、2021年には24歳ということになりますね。子供の名前は林さんと水蘭、水蘭さんで、林さんは2017年に芸能界デビュー、ボイスボーイというエンターテインメントの集団44人組のメンバーです。人数が多いためか、集団内でさらに4チーム、赤、青、緑、黄に編成されています。村田林さんは青チームに所属しており、リーダーも務めているのです。このグループは歌だけでなく、演技やコントなどあらゆるジャンルを盛り込んで公演を行っているといいます。様々な芸能活動を幅広くできるマルチタレントになれそうですね。デビューのきっかけはこの集団の関係者である知り合いにスカウトをされたこと、面接だけでも受けてくれないか、と言われて受けるとすんなり合格したそうです。蓮舫さんにとって林さんはいくつになっても可愛い息子。2019年の時点では、林さんの銀行口座は蓮舫さんが管理していました。そして林さんが1万円を引き出しただけで、お金ないの、大丈夫なの、と心配して聞いてきたのです。過保護すぎるのではという声もありますが、蓮舫さんは芸能界で働いた経験があります。ですから厳しい業界で生きていくのは大変だと身をもってわかっているので、なおさら心配になってしまうのでしょうね。息子、村田林の大学は、村田林さんは幼稚園から中学校まで青山学院で学びました。小学生の頃から早稲田ラグビースクールに所属しており、運動も万能だったようですね。ラグビーが好きだったことも影響して、高校はイギリスに留学することを決意。私立の伝統校でラグビーの強豪校である、全寮制のセドバーグ高校で学びました。当時の将来の夢は税理士だったので大学進学を考えていたのですが、芸能界にデビューしたので結局大学には行きませんでした。蓮舫と息子絡みのマジコン騒動。蓮舫さんは2009年12月にツイッターでゲーム機ディーズの改造コードについての質問をつぶやいたことがあります。ゲームを知らなくても普通に、改造コードというワードだけで、軽々しくつぶやくべきではないと普通は思うでしょう。名前を伏せて投稿しているのならともかく、蓮舫さんの公式ツイッターからだったのです。この改造コードとは、ゲーム機で海賊版ソフトを遊べるようにする装置、マジコンに入れる暗号のことだったと推定。
これは完全に違法な行為だったので複数人から指摘されると、今息子に説教中、とコメント。そして蓮舫さんは、質問したツイートを削除しました。そこで終わればよかったのに、隠蔽工作に出てしまったのです。息子は、マジコンで遊んでいなかった、と改めてつぶやいたものですから、言い訳かよ、と当然炎上。ネット上では今でも村田凛さんがテレビなどに出ると、マジコンしていた息子、と話題になってしまうのです。SNS の使い方は本当に気をつけないと、取り返しがつかないですね。蓮舫は息子村田凛と絶縁しているのか。蓮舫さんは政界だけでなく、家庭内でも強い女でした。息子の村田凛さんは、蓮舫さんの存在が大きすぎて芸能活動もやりにくかったそうです。親の七光というのは子供にとってはきっかけをつかむチャンスは広がっても、プレッシャーも大きいのでしょう。決して親子が絶縁しているわけではなく、母である蓮舫さんの目を気にして過ごす人生をやめると宣言して話題に。村田凛さんは蓮舫さんに対して、思っていることをはっきり言えるところは素晴らしいなと思っているそうです。しかしそれと、強めの口調はまた別問題で、誤解を招いて損をしているのではと思っているとのこと。2021年現在でも政治家として忙しい日々を過ごしている蓮舫さんですが、離れて暮らす凛さんに生活必需品を送ってくれると言います。月に一度実家に戻ると、蓮舫さんはあらゆる家事をしてもてなしてくれるそうです。蓮舫さんと村田凛さんは絶縁どころか、とても良好な親子関係を築いているようですね。